はい、本日はバイクでーす。ということで、昨日2回撮ったんですけど、やっぱあの先気になるなっていうことで、また撮りに行こうと思います。ということで、昨日行った道のあの先に向かっていきます。でね、あそこなんていう通りなのかよくわかんないんで、ちょっと途中でね、なんかで林道の名前出てたと思うんで、写真を撮りながら行きたいなと思いますよ、と。じゃあ行きましょうか。バイクで3分のところに入り口がございます。うっちー、いや、お日柄マジでいいんだよな。バイカーもいいっすね。なんかアホみたいな すり抜けしてる人もいたけど、まあしょうがないのかな、暑いからね。のんびり来ますよ。まあ走る道がねなんか俺どこ向かってんだろうな。なんかね、アメリカに乗ってんのに何の道を走りに行くんだっていう状態なんですけど、でもね、気になりすぎて6時間しか寝れなかったので、ちょっと今日はね、仕事やる前にやっぱりあそこは走っていきたいというか、あの先が見たいですよね。あの先見たらもう今年は悔いが何もないですね。さあ、ということで向かいましょう。昨日とルートは大体同じです。林道は行かない、林道は行かないっていうか、ガッタガタ道の舗装路じゃないところは今日行かないですね。今日行くのは舗装路じゃないところ、昨日入っていきましたけど、今日はその先、ロードバイク、自転車が来たであろう道をひたすら行くって感じですね。でその先何があるかはよう分かりませんけど、まあまあ楽しそうな道なので、そこのね果てを見に行こうかなって。国道か県道か分かりませんけど、32号線にぶつかるのかなっていうところらしいです。で32号線まで行ければ養老渓谷駅にも行くことができるんですけど、時間がねどれぐらいかかるかはよう分からんので、そこで出たところで終わりにするか、どうか最寄りの駅まで行くかをちょっと今考え中ですね。まあ考えてる余裕がねあるのかと言われるとわからないんですけど、昨日のね林道は林道だったな。びっくりするぐらい林道だった。はい、曲がりますよ。こちらです。昨日と同じ道ですね。集落に行かないように気をつけないとね。さあ、じゃあナビを切っときましょうか。でも地図は必要。ここで止まります。昨日と同じですね。よいしょ。あの先に見えるのなんだろう。でもあっち集落なんだよね。集落に行かないので、あー、ちょっとねマスクが下にずれて、よいしょ、マスクも OK。 あとはマップ OK。 じゃあ行こっか。まず一個間違えちゃいけないのは、あ、そうそう、あと通りの名前わかんないけど写真撮ってかなきゃいけないんだよな。なんか Google マップで見ても何も書いてないんですよね。道はあるんですけど、今日もあライスセンター人がいる。あ、そう、そういえば昨日1本目に今アップされてるやつですね、まあ、アップされてるやつで2本目も多分アップしちゃいますけど、舗装路のアドベンチャーな道なんですけど、今日もね行き通ってきたんですけど、エスティマがいた。すげえあ、結構傷つくと思うんだよな。通れなくはないと思いますけど、かなり狭いんで対向来たら絶対終わる、みたいな感じになっちゃうと思うな。まあそれはしょうがないね。ちょっと待ってね。あ、ここだ。まず1本目ここです。坂端線だって。林道坂端線、ちょっと写真撮ろう。よいしょ、林道坂端線だそうです。写真撮っときます。よいしょ。さあ、これも全部動画には載っちゃうね。まあでもね、タイトルとかつけたりするとき全然わからないので、ちょっとね取っとかないといけないですね。よかった、道の名前が分かった。坂端線っていうのかな、分かんないけど、林道って書いてあるんだよね。あの先林道なのかな。でもロードバイク、おお車来たじゃん。
ロードバイクが行ったぐらいなので、あのタイヤの細さであの林道だとパンクすると思うんだよね。おー、車来んじゃん、お怖え。じゃあ行きましょうか。いやー、いい景色。このね、すごいね、ここ壁、いや、かっこいいよ。で、そう、昨日痛い動画ね、落としてたんですけど、落として1本目見た時に、あー、この林道いいな、今日は行かねっつって結局行ってたんですよね、あれね。あそこ行ってどえらい目に遭うっていうね。で、林道ね、行けないかなみたいな話してましたけど、意外と行け、おお、何これ、落石じゃん、怖っ。怖っ。嘘、こんなの落ちてきたってどうにもできねえよ。神に祈るしかないですね。そう、林道ね、行けないかなみたいな話も1本目してたんですけど、結局行ってましたね、2本目でがっつり。がっつりってわけでもないね、オフ車からしてみたら全然走りやすいところじゃないっすかみたいな感じだと思うんですけど、アメリカンバイクからするともうあれがマジで限界。あれ以上になっちゃうとどうなんでしょうね、行けなくはないんだろうけど下こすりたくないよね。そういう道を走るっていう想定がないですからね。車来んのかな、ジムニーとかはね、どこにでも出没しそうだから、まあ分かんなくはないんだけど、今日エステナ見ちゃったからな。しかもね、初心者マークだったんですよね、貼ってあったのは。大丈夫なのかな。いや、まあ慎重に行けば崖下に落ちるってことはないんでしょうけども、よう行くわね、よう行くわねって言ったら俺もそうなんだろうね。向こうからしてみたらアメリカ来たじゃんみたいな。え、あんなバイクで通れんの、じゃあ行けんじゃんみたいな感じでちょっと誤解を与えたかもしれませんけど、こっちはちっちゃいんだよな、車に比べると。そういう意味ではアメリカはまだ行きやすいんですけどね。面白い。登れ登れ。今日ね、2回目、今日で2回目か、2回目の道なんでまだよく分かりませんね。うい、今多分登ってますね。いやー、景色がいいね。いいけど、あんまよう脇見てると死ぬね、死ぬし、なんか車来るんじゃねっていう疑惑が昨日今日で走ってて分かったので、ちょっとマジで気をつけないとぶつかるよね。向こうもね、多分相手もなんか来ると思ってないと思うんだよね。俺も思ってなかったしね、今日 STY の時マジでビビったよ。ジムニーとかな、あーなるほどねで終わるんですけど、まさかのミニバンっていうね。ここ通んのマジっすかみたいな感じだったもん。あとなんかおじいちゃんが迷い込んでたっぽい。養老渓谷駅側から入ったんですけど、なんかくっそせえ車いて、なんだよと思ったおじいちゃんがね、なんか大丈夫かなみたいな共同の運転してましたね。絶対大丈夫じゃないか、やめた方がいいよ。あれ、あの後もおじいちゃんが来てて、エスティマと勝ち合ったら終わるね。積むと思う、結構。しかも、出会った場所次第ではどうにもなんなくなるかもね。バックでうまく、どこまで戻れたろうね。すげえ戻ることになると思う。っていうようなね、道幅ですからね。いや、でも、世の中物好きいるんだね。走るんだね、こんなところ。よいしょ、不釣り合いな乗り物で来るの俺ぐらいかと思ったけど、意外と世の中いましたね。あ、ここだ、天空の橋があるかもしれないというところ、ちょっと入らせてもらいましょうか。大丈夫かな、よいしょ、すごいね、ちょっと失礼。ほら、うわ、すっげえ、怖っ。もう工事してんのかね。へえ、すごい。今のところ遭遇者ゼロですね。なんかこの葉っぱがさ、恐竜がいそうなシダだっけ、ちょっとあんま詳しくないんですけど、みたいな形してて怖いっすね。ギャオーってきたらどうしよう。よし、行こう。てかさ、動画長くなるからこんな寄り道してる場合じゃないんだよね。どれくらいになるかわかんないですよね、こいつのゴール。
でも蚊結構長そうな気はするんだよな。まあそれは俺の飛ばし方具合なのかな。でもこけたくないんだよな。こけたくもないし、じこりたくもないしさ、当てられる、当てるも嫌なんですよね。うー、森だぜ、森、森森、また登りますよ。そうか、猿にも遭遇しなきゃいいけどな。よいしょ。今日もね、29度ぐらいまで上がるらしくて暑いらしいですよと。よいしょ。なんとか道切れ。こんな感じだったらね、ただうねうねしてて前が見えないぐらいの道で終わってくれるんですけどね。昨日はね、太陽光パネルなのかながガスッと設置されているところで分岐して林道に行ったんですけど、今日はそこをね、まっすぐ向かっていきますよと。これ道合ってんだよね。この辺だよ。おー、頂上だ。なんか落ちてる。軍手。なんで軍手落ちてんだ。誰か来たんだな。昨日なかったっすもんね。ってことはあの後誰か何らかの作業をやる方がどうやら通ったらしいです。そうなんだ、通るんだね、やっぱ。すごいね。だいぶ上、頂上なのかな、もう。あ、もうちょっとですね、昨日分岐したところまで。ふぅ。で、ここは通ってて、特に危険を感じるような道ではなかったので、まあまあ大丈夫でしょう。あの問題はね、チャリンコがいないかですね。今日もね、いたんだよな、チャリンコ。こっち、この道路にはいなかったんですけど、あの昨日通ったね、舗装路の方はロードサイクラーがいたんですよね。浮いてー。結構ロードサイクラー来るね。ああ、そうだね。昨日この辺で、お、もうちょっと分岐じゃんみたいな話をしてた気がする。まあ、一回来るとちょっと慣れますよね。この辺じゃね？ここじゃね？分岐したの。あ、ここだ。林道、坂畑線。どっち？俺が来た方がそうだよね。あ、ちげえのか？あ、いや、そうだよな。今日こっちです。あれ？舗装されてねえじゃん。マジで。マジかよ。いや、痛い。なんだよ。舗装されてねえじゃねえかよ。あれ？ロードサイクラー、ここ来たの？すごいね。よく関係しなかったね。いや、でもここさ、ここだけかもしれないね、舗装されてないの。よいしょ。ああ、また今日もこれか。あ、ちょっと待って、マジで舗装されてないんだけど。嘘でしょ、嘘でしょ。あのロードサイクラーが来てたからさ、今日行けるだろうと思って来たのに。あ、やばい、これ滑る。やばいやばいやばい。よいしょ。嘘、あの人たちここ来たの、あれで。おい、いてクソが。マジかよ。嘘、あのチャリで来たと思えないんだけど。でもさ、おお、車来た。よいしょよいしょ、来ますね。あー、あー、汚れる。危ねえ。危ねえ、下なんかすごい工事してるぞ。よいしょ。なんだよ、未舗装かよ。マジで。あ、いや、どうかな。あ、舗装されてんじゃん。あ、よかった、終わりです。あー、びっくりした。これひたすら続くのかと思っちゃったよ。いや、マジで焦った。そうだよね、あのチャリでものすごい距離これ来れると思えないもんね。ほら、すごい一体工事してます。太陽光パネル置くのかな、わかんないけど。おー、びっくりした。
そうだよね、工事車両も通るんだったら見細はさすがにないよね。まあ、道はねガッタガタですけど舗装されてはいるので、まあまあまあって感じですね。よいしょ。じゃあこの後もう安心かな。ただちょっとやべえのが結構でかい作業車来る可能性ありってことだよね。これ何？うお、なんか結構大掛かりな工事だね、こんな山。うお、なんかすごいとこなんだけど、舗装されてるけど行かない。え、こっちでいいんだよね。ちょっと待った怖くなってきたんだけど。え、あの上行かねえよな。まさかとは思うけど。うん、行かない。あ、なんか展望台あるらしいっすね。いや、そっちじゃねえんだよな。ということで、大丈夫。展望台、まあ見晴らしは良さそうっすよね。行かねえけど。で、展望、おー、なんか休憩所ある。何が見えんの何が見えんの。千葉のいいとこ、クマがいないことっすかね。だからあそこで休んでても多分襲われることはないんじゃないかな。飯食ってたら猿が襲ってくるかもしれないですけどね。あ、そういや実家に行った時に、あの磯なんですけど、潮だまりにサバなのかな、サバがいて網と手で取って煮付けにして食べてましたね。いや面白い。釣りっちゃ釣りなんだけどさ、釣り竿使わない釣りっていうね。なんだろう、ここハイキングコースかな。結構道しっかりしてますね。ということで安心かも。でも昨日のロードサイクルよくあそこ来たね不安になんねえかな。俺だったらやばいかもと思って引き返しちゃうけどな。知ってたのかな、その先また舗装されてるって。まあそれだったらね、頑張っていけるとは思うんですけど、この先もずっとこれだったらどうしようって考えた場合絶対嫌なんだけど。さあ、なんかもうあれですね、この道、しっかりした道、いい道ですね。もうこれ安心じゃん。やったー。ただ単に森を楽しんでいける道っぽいっすね。あ、これどうすんの。まっすぐ行くか。まっすぐだね。まっすぐってどっちなんだろうね。こっちかな。スピードダウン。あー、でもスピードダウンって書かれてるぐらいだから車とかね来るんだね。でかいじゃん道。すごいね。なんだよ、いい道じゃん。ということで、この脇道冒険、いって脇道冒険の3回目は2回目と比べて楽勝ないい道ですね。まあ、ちょっとスポシャとかで来るにはうんって感じですし、アメリカもちょっとうんかもしれませんけど、オフ車だと今度物足りないのかな。かといってネイキッドって感じでもないもんね。スクランブラーとか。え、家これ。へえ、こんなとこ住んでる人いるんだね。全然ここがどこかわからないからあれだけど、すごいね。車ないと絶対無理じゃんね。おお、ああ集落に出てきましたね。見て、集落ですね。おお、あ、なんか開けてるとこ出てきた。安心感半端ねー。ということで、そんなに恐怖を感じるような道ではなかったというのが結論でしょうかね。まだゴールしてないんであれですけど、32号線もうなんか結構な集落だね。へえ。あー、なんか工事の予定かな。あっちにも道があるんですね。でも結構まだ標高高いところにあるね。ここすごいな、ここの集落。まだゴールはもうちょい先っぽいですね。おお、でもなんかいろんな建物あるね。自販機もあるよ、すげえ。おお、なんだろう、一体開発するのかね。おお、山の上にあるんでしょうかね。しかも通学路なのかな。
通ってる子いるんだね。まあいるよね。ここまで、おお、なんかすげえ、また面白そうな道あったな。だから今日はもう行きません。あ、この道、うん、最初だけでしたね、やばかったの。鶏、おお、車来んじゃん。あ、そらそうか、道あんだから車来るよね。おお、なんか山の中に、なんかすごいゴミ捨て場じゃないんでしょうけどね、なかなか何とも言えない光景だな。でもここに住んでる人はすごいね。この道だって下ってさらに町行かないと電車とかもないでしょ。バスも来ると思えないしね。なかなかっすね。まあ、あの好きな人は好きかもね。この道うねうねしてて楽しいのかもしれませんね。アメリカはそこまで楽しくないな。景色はいいよ。おお、景色すごいね。ちらっとしか見えないけど、うねうねしすぎてて。さあ、どっかにぶつかるんだよね。そりゃそうなんだけど、でもさ、どっかにぶつかるんだよね。で、ぶつかる気配がないんだけど、下に下ってる気配がまずないんだよね。なにこれ。どうなってんでしょうね。なんか山のその稜線沿いを走ってるようなイメージ、下るわけでもなくって感じなので、どういうことなんだろう。で、千葉の山は前も言ったかもしれないですけど、超低いんで、他県の人の言う山とは違う山です。でも千葉にとってはこれが山なんです。あ、ようやく下り出てきたじゃん。ほら、ちょっと恥寄せよ。時間伸びるっつってんのにね。いや、でもほら、なんかさ、ねえ、もうこ、ああ、一足で散った、まあいいや。ほら、すごい。こんな高いとこ住んでる人いるんだね。怖え。あ、結構ゴミ捨ててんのはよくないね。すごいっすね。おお、こんなところ、あるんだね。知らなかった。いや、知らないよね。住んでるわけじゃないから。よいしょ、じゃあ行きましょうか。あ、やっぱ2足3足だった。ひどいね。さあ下りますよ。下ってどこ行くんだろうね。こんな道あんだね。結構楽しいね。未舗装区間若干のところを乗り越えれば、こういううねうね道をひらひらと曲がりながらツーリング楽しめますね。しかもほとんど車いなバイクも来ないので、いいかもしれないけど、油断してと来て死にますね。よいしょ。あー、いいね、面白いわ。まあ、木が覆い茂っちゃってるからね、あれですけど、あと冬来たくないね、滑る、絶対凍結してんね。だから今ぐらいの時期ぐらいから来るのが一番安全に楽しめるのかもしれないですね。よいしょよいしょ、すごいね、意外と人いるね。ここもか、まあ、大変だよね。町まで降りないと、とにかく何も買えないしね、きっと。おー、家ありますね。こっちも家かな。わかんない。廃墟かもしれないけど、うん、なんか住んでなさそうな、住んでそうな。でも徐々に人が住んでるところが増えてくるのかな。どうなんだろう。でもすごいね、日本って。こんなところに電線ちゃんとあるんだもんね。お墓でしたね。とりあえずまっすぐ行って、でっかい道にぶつかったところで考えようかな。いやー、やっぱでも、あの森の中は涼しい、暑くない、これ大きいですね。おお、なんだろう、畑かなんかやってたのかな。お、 P って書いてあるよ。何ここ、
芸術祭、ここレストラン岡村、へえ、これかな、でっかい道、いやでっかくはねえんだけど、ちょっと待ってね、でっかくはないんだけど、なんかこれ臭い気がするな。あ、これですね、32号線ぶつかりました。じゃあ今日も養老渓谷まで行って終わりにしようかな。うん、行きましょう。え、そっち、いやいや、そっち嫌なんだけどそっちじゃねえよ、びっくりしたわ、まさかの戻れ。いや、この前の道から行きたいな、頼むわ。こっちはね、走ったことないね、通ったことがない道ですね。まあいつもね、亀山ダムとか高滝ダムなんて決まった道しか行かないですからね。最近ちょっと脇道入ってみようと思って入ってるようになりましたけど、基本的には方向音痴なんで。ガンダムの頭あった、何これ、超ウケる決まった道しか通らないんですけど、たまにはこういうのもいいです。多分ここだね、ここずっと来たんだね。面白い、いいね。ただアメリカンじゃなきゃもっと楽しいんだけどね、アメリカンちょっと半分苦行になっちゃいますからね、未放送とかねつれえわマジで。しかもこいつ重いしね。まあでも今日もそこを擦ることもなく来れたので、まあよしとしましょう。いやー気持ちいい。わあ、道大きいって本当偉大だね。ああ、なんかすごいね、ここら辺の人。分散して住んでるんだけど、大変そう。車なきゃマジで終わるよな。なかなかですね。まあ、昔から住んでるんでしょうね。おぉ。うん、なかなか面白い道多いんじゃないですかね。おー、急だね。いやー、千葉県も全然面白いな。千葉県以外で走ろうとまだ思えないですね、あんまりいっぱい面白い道あるし、まだ知らない道がたくさんありますからね。まあ、あともともと出不精ですからね、他県まで行く理由がマジでなきゃ いかないかな。三峯神社だっけ、埼玉にある、あれはちょっと行ってみたいんですけど、うちからだとね5時間くらいかかるのかな、ちょっと無理って感じで5時間かけて行く理由が欲しいんですけど、ちょっとね今のところそこまでの気持ちになれないので、お呼ばれしてないのかなという感じですね。もうバイカーがいっぱいいる。なんだよ、行けよ、行かないのか。さてと、おお、楽しそうな道ある。表示はないんだけど。楽しいね。やえしてたやえ。あれ、ここ何？あ、鉄道じゃん。へえ。電車来てくれたらいいんだけどな。ほんとマジでさ、最近小湊鉄道ね全然会えないんだよね。あ、この道いいっすね。すごい気持ちいい。ああ、どうしようか、譲ろっか。ごめんね。いいよ、譲る譲る。おお、怖い。多分前の人たち一緒なのかな。小湊鉄道結構怖いとこ通るね、面白いんだけどいや怖いな、ここら辺乗ったことないな、森じゃんね。6分で着くらしいですね。さあ、バッテリー持ってないかも、どうかな。結構取ってるよね、バッテリーの持ちがやばいかも。この道面白いね。おお、トンネルだ。
よいしょ、ういー、わー、ガタガタやんけ。あー、行かしてくれるんだ、ありがとうございます。別に俺行かしてくれなくてもよかったんだけどな。まあでも後ろバイクこんだけ疲れちゃうとね、後ろ譲りたくなるよね。おお、信号だ、信号じゃない踏切だ。おお、へえ、綺麗。よいしょ。でも電車来ないね。電車っていうのかな、電車じゃないんだよな、ディーゼルなんですよね。あと5分らしいっす。あら、また譲ってくれてんの、すいませんね。じゃあさっさと行けよって、ごめんなさい。ふう、こっちはこんな感じなんだ。そう、いつもねここなんですよ。こっちから来てんだよね。今日まっすぐ行きますけど、これどっち行くのよ。 OK です。で、いつも高滝じゃねえや、亀山ダム行く道に今入りましたね。あとはね、もう何回か通ってる道なのでお察しなんですけど、すごいね、あっち側の道すごい楽しそうじゃんね。楽しそうなんですけど、あんま行く機会はないかな。でさ、高滝じゃねえや、養老渓谷駅まで行く理由あんのかな。また戻るんだよね。戻って高滝行ってで帰るだけなので、なんか無駄っちゃ無駄なんですけど、まあまあまあ、そういう動画もありますわね。あと3分で着くの、嘘でしょ。3分ありえないと思うんだけどな。でもそんなもんかな。いやでも本当今日はバイカーがいっぱいいる、昨日以上にいるかな。いや時間がいいだけなのかな。まあ11時ですからね。バイカーって朝早いよね。俺朝すごい遅い人なんで、8時9時とか超早いんですけど、もうとっくの通り多分ね6時7時ぐらいからいるんじゃないかなっていう人たち結構いるので、早起きでね、バイク乗ってると健康にいいかもね。おー、ハイキング。そう、千葉にねノコギリ山っていう一応山があるんですけど、ここね登り行きたいんですけど、やっぱりね、踏ん切りがつかないんですよね。バイクで行って登って帰らなきゃいけないんで、なかなかね気合と根性が必要なんですけど、まだ覚悟ができないですね。さあもうちょっとですね。いや今日も楽しかった、よかった、来てみてよかったよ。面白い道だったな今日はね。林道とは書いてありましたけど、舗装されてたのでね、安心な感じでしたね。いやー舗装最高だよ。このバイクで未舗装やっぱ良くないね泣きそうになるわ。さてさて、ここのコーナー面白いよね。ここ結構好き、怖いけど。さあ今日はですね、亀山ダムから脇道に入りまして、脇道冒険の2回目で分岐で曲がってしまったところを、今回はまっすぐ行ってね終点まで行ってみたということで、最後はね、国道県道32号線にぶつかって終わりというような道でしたね。いや結構楽しかったですね。舗装はされてはいましたが、くねくねしててなかなか走りがいがあった道じゃないでしょうかね。さあ着いたぞ、イヤッホー、今日も事故なく帰ってこれましたよと。帰ってこれた、その表現は正しいのかな、わからんっす。よいしょ、
はい、ということで本日は脇道冒険3回目をやってみました。興味がございましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。